馬馬体を収めました。係員が離れます。スタートしました。3番コラルノクターンレッドメイロン後方です。さあ先行争い、まずは間から7番のジュレトールがスッと出ていきます。外から14番名勝天水、間からは8番のケイアイターコイズ、先端3頭、1馬身差内から5番のホービスムがいって、外からそれをかわす15番のル・コルセール、1馬身差外に16番バトルクライがつけて、内は11番ゴールドパラディンが並んでいます。2馬身差中段から後ろ6番の名勝打陣、1馬身2番のエマージングロール、外は12番のカイヤマセ、2馬身相手4番ケイアイロベージ、13番レッドベイロン並んで、3馬身1番ディサーニング、半馬身外には3番コラルノクターン、大きく離れて9番アードラー、それから10番の堂々霧島後方です。 3,4 コーナー中間を通過。さあ先手を取ったのは7番のジレトール、そのから8番ケイアイターコイズ、さらに14番の名勝天水、先団3頭に外から15番ル・コルセール並んでいって直線へ、その馬群の内に5番のフォービスム、さらには11番ゴールドパラディン、その馬群の外から400を通過、16番バトルクライが迫ってくる、さらには外から4番ケイアイロベースの追い込み。さあ前の争いは7番のジレトールが先頭、2馬身リードを保っているが、15番のル・コルセール、さらにその外から16番のバトルクライ、一気に2番に上がって前を追ってくる、7番のジレトール先頭ですが、バトルクライが一気に捉えた。3番で争いですが、外から13番のレッドベイロン突っ込んでくる、バトルクライゴールイン、2番手7番ジレトール、3番手争いは最後2頭。